さあ、今週はこちらです。いい、そこからなんですね。だって前回そう言ったから。説明はなしでいい、はい、今回は、おお、来ました、ついにザ・ブルーハーツです。まあ、ブルーハーツ大好きですね。まあ、ブルーハーツが好きというか、河本大翔さん、真島正俊さんという2人がやってるものは全部好きですよ。ハイローズもクロマニアンも全部好きです。いくつぐらいの時ですか、ブルーハーツ聞いたの。14歳、中学2年生の時にメジャーデビューしたのかな。1枚目のアルバムの未来は僕らの手の中っていうのを聴いてから、もうずっとブルーハーツを追っかけてるというか、ヒロトとマーシーを追っかけてる。どこが一番やっぱなんですか、ハマったの。びっくりしたのよ。だからボーイとか尾崎豊とかかっこいいミュージシャンいっぱいいたけど、尾崎はお姉ちゃんのもんだなと思ったし、ボーイは先輩のもんだなと思ってたから、ブルーハーツ出てきた時、あ、俺らのバンドだと思ったというか。そっからずっと。もうずっとだね。お二人に会われたこと。何回も、何回もって言うと変だけど、何回かはある。昔北海道でバナナマンさんと俺らが仕事行って、で帰りの飛行機で東京戻ろうって言って、大体バナナマンさんと仕事行くと、僕と設楽さん、日村さんと潤みたいな感じで席取るのよ。で俺がここ座って、設楽さんここ座って、通路挟んでここにヒロトとマーシーがいたのよ。ヒロトとマーシーもその時ハイローズかな、北海道でライブあって、帰りの飛行機が一緒だったの。で設楽さんと俺2人でハイローズのライブ見に行ったりとかもしてたから、設楽さんも好きだから興奮して、おい、ヒロトとマーシーいるぞってなって、はいってなって、握手してもらおうぜって言うよ。で俺が、握手なんかこんなところで頼んだらただのファンで終わるからやめた方がいいよって言ったら、うるせえな、どけよって言って、すいません握手してもらっていいですかって設楽さんが言ったら、ヒロトも回しもええよって言って握手したの。その瞬間俺も、僕もお願いしますお願いしますってやっちゃったね。それぐらい好きだったね。じゃあちょっとそんなブルーハーツ、こんな企画です。悩める人に送るお世話の一曲まあどういうこと。これ要は、まあ、音楽に助けられることってもう数々あるじゃないですか。あるね。まあ、悩んでる人に対して、そんなことで悩んでる暇があるならブルーハーツのこの曲を聴けっていうか、うんうん、なんか一曲送ってあげるっていうのを。でまあ普通だったらこれ、あの悩み募集したりするじゃないですか。え、ないのにあるのこれ。ないので、あのヤフー知恵袋やってみよう。で悩んでる、面白そうじゃんやってみようよ。ヤフー知恵袋っていうのも俺見たことないのよ。あ、本当ですか。どういう質問が来るの。恋愛相談とかもあるしそんなのをヤフーに聞くの。そうです、もう不特定多数の人に聞くっていう。終わったな日本。今年の夏に付き合って2年7ヶ月の彼女と初セックスする予定です。お互い大学生、彼女も自分も初めての相手でとても緊張しています。セックスする前に彼女の両親へご挨拶に行くべきでしょうか。もしかしたら義理のお父さんになる人に会うのはとても怖いですが、挨拶をして僕の存在を知っていただいてからセックスすべきでしょうか、悩んでます。作っただろ、これマジであるやつですから。これ本当にあんの。終わったな日本マジ。まず2年7ヶ月の彼女と初セックスする予定です。2年7ヶ月しなかったことがすごいよ。し、そのセックスしようって予定立てるってのもすごいですよね。でもそうだよね。じゃあ彼に送る曲は、はい、ブルーハーツの2枚目のアルバムの B 面の、 B 面言うてもまあレコードじゃないから分からんやろうけどもまあ今ちょっとヒロトっぽくやってみましたけども、ブルーハーツの2枚目のアルバム7曲目かな、チューインガムを噛みながら、この曲をプレゼントしたいと思います。まあ歌のメッセージとしては、まあ、しんどいことあって苦しい時、僕はチューインガムを噛みながら余裕だぜって感じで生きてくっていう歌なんだけど、歌詞の途中であるんですよ。セックス下手でもいいだろう、ルックス変でもいいだろう、ビックス舐めてりゃいいだろう、ソックス穴が開いてるよ。だからまあ細かいこと考えず、とにかくやってみればいいんじゃないかということでね、セックス下手でもいいだろうという歌です。だからダメだなこれじゃ、まとまらないな。セックスのキスだけ先に済ませとけとか。ああそうしようよ。
キスしてほしいね。セックスより先にキスをする方がいいよということで、それでどうですか。僕言ったやつですよね。そうそう、君が言ったやつを早速使った。じゃあもう一個ちょっと言っていいですか。いいよ。不倫がバレて妻と気まずくなった後の性欲、性欲の話すげえヤフー知恵袋来るじゃん。まあ、玉袋じゃなくて知恵袋を送るんだ。知恵袋ですね。あの、言いづらいんでしょうね、やっぱ。皆さんどうしてますか。また不倫しないよ、妻が逆に積極的になってくれるものか、それとももう生理的に受け付けなくなるか。後者だった場合、今後長い人生どうやって処理したらいいんだろうと思って先行き不安です。一人でやろうにもうち狭いですし、ベッドも一つしかなく、寝るタイミングもほぼ同じか俺の方が早いですし、動画を見るわけにもいかず、皆さんどうされてますか。真剣に悩んでるので批判はやめてください。はあ、ちょっと切実というか。切実じゃねえよ。この悩みをブルーハーツで解決しようっていうのはもうブルーハーツに失礼。本当に。そうですね。じゃあ、だから夢っていう曲がでもあるけどね。あれもしたい、これもしたい、もっとしたい、もっともっとしたい。いいですね。誰もがそういう夢は持っています。だからその夢を自信持って貫き通せ。もっとしたい、もっともっとしたい、もっともっとやってほしい。ダメだ、これブルーハーツに悪い。そうですね、やめよう。ブルーハーツに申し訳ない。ちょっとこれなしにしましょう。次の、いや、ありでもいいけど、次の悩み行ってみよう。じゃあ次の悩み、もう悩みが見たい俺は。3、4ヶ月前から天井に穴が開き、黒いものがぶら下がってきました。掃除機で吸い取ってもまた出てきて、初めは穴が1つだったのに、今は5つぐらいあります。これは何なんでしょうか。母が言うには粉っぽいらしいです。お願いします。何を。怖い、ただただ怖い。粉っぽいものがぶら下がってるの。これ想像つかないんですよね。でもセックスピストルズでもいい。そうですね、大丈夫です。やっぱり天井に穴が開きっていうんで、穴開き演じ有形で。ひどいじゃんこれ。何この質問。ちょっと怖いですよね。でも怖いよこれ。ブルーハーツ関係なくて、あっちのマーシーじゃないよね。なんかやってるからこういうの出始めちゃったとかじゃないよね。そっちもありますよね。でも本当にそっちの説もあるね。もう一個だけ言っていいですか。何個あるの。一応5個あるんですけど、もう次ラストにします。悩みが5個あるの。穴が5個あるの。どっち。悩みです。悩みね、怖、はい。最後、日本にはなぜ盾はないのでしょうか。世界中どこでも剣と盾がセットになっているように思いますね。日本には盾という防具ありませんよね。ご存知の方ぜひ教えてください。確かに日本刀という刀はあるけど、それはなぜかというと、西洋の騎士は剣と盾なんですよ。日本刀は両手で持つからですよ。わかります。剣道もそうですけど、両手で持つから盾が必要ないんですよ。で、まあ、こんなこと言ったらあれですけど、武士道は死ぬことと見つけたりという言葉ありますけど、まず生きて帰ってくることが前提ではないんですよ。だから一番最初に朝起きた時に今日死んだと思って起きるんですね、武士は。だから怖いものは何もないっていう。真面目に答えてしまった。ブルーハーツも関係なく。ブルーハーツね、ちょっと待って、キョンキョンとかでもいい。やっぱりこれだけ盾が欲しいっていうから、ずっとそういうのに触れてたいとは思うんですよ。でなんて盾アイドルっていうことで、はい、T シャツ着ります。じゃあ次はもうこっからそうっす、ね、後のバンドあんまり興味がないというか詳しくないんでね。じゃあやめます。いや、これ XL だから、これまあいいか、切らないでいいね。これでいこう。あか、そうですね、まあ違うのに変えるか、また違う T シャツに戻るの。戻るか、またこれで次の動画撮っちゃうと、あのため撮りしてると思われちゃうじゃないですか。もう思ってるよ。